バズリアです。何ですかこれは。今日はですね、今流行りのワンピースカード仕入れてきたんで、こんなにいっぱい、はい、とやっぱ僕たち凡人が開けるより運持ってるリオさんが開けた方がチャンス出んじゃねえかって。ああね、なんかこれ高いの。これはこれなんか全部で10万円分って言うんでしょ。これで、はい、えぐっ。やっぱなんか今これ自体で上がってるらしいですよ、価値が。高っ。いや、すごいっすね。すごいね。はい。のことあんの。やばいっす。もっといいお金の使い方ありますよ。いや、でもこれでシャンクスが出ればもっと上がりますよ。ああね。はい。シャンクス引く？シャンクス引きましょう。無欲のシャンクス引く？無欲のシャンクス。今日は、題して、はい、ワンピースのカードをあげたら、シャンクス出ちゃいましたの回です。早いでしょ。気が早いな。じゃあ早速、僭越ですが、はい、開けさせていただきます。リオさん、なんすか。さっき1万円って僕、1個1万円って言ったんですけど、うん、今ネットで見たら、1つ1万9000円。うれ、高っ。でもこれ転売した方がいいじゃないのねえ。いきます。はい。うわぁ。子供の時に憧れた大人がいてやつ。ね、あの、遊戯王カードとかは知ってるよ。じゃあ開けていきます、早速ね。はい、まずシャンクスが出ればいいよね。そうっすね、シャンクス出してほしい。あ、なんかちょっと光ってるやつがあります。これはわかんねえんで開けていきます。あ、でもなんか楽しいね、もう子供の時の気持ちがね。いいっすね。うん、まあ、一個はこの金色のやつが入ってるみたいな感じだよね。うん、そうね、5000、大体5000なんかな、この金色のやつは。光ってるやつは韓国。でも5000のより強い6000があった。もう一個6000な。分からんな。そうですね、とりあえず京志郎キャラ知らないです。僕友達で京志郎って言います。これなんか強そう。あ、これも強そう。お、なんかね。あ、出た、3時、ね、あの、これもかっこいい、強そう。お、6きた、初の。お、服60。チェワそう。チェワそう。あ、これもなんかすごい、めっちゃキンキン。一番キンキンや、これ。なんて人？ヤマト。おお。え、強いの？ヤマトはでも最近の。あ、ラフレシアも知ってるよ。お、浦島。これ7来ました。ディエスドレイク。ドレイク。ヤマトが買取金額いくらやっけ？4000円。4000円だそうです。うわー、すっごい。そっ、2やって。まあ、チラッと見たらシャンクスの一番いいやつ引いて買い取りが10万でしょ。転売した方が良かったよ。いや、すごいね、こうワクワクするね。ハイルディン、ベベン。このカード強い。お、来た、ゾロ。これは絶対あるよ。なんかゾロの金ピカ、これはあるよ。これです。500円です。500円。あ、これもあるような気がするよ。これも俺だって知ってるもん。これです。あ、これもありそうやで、ね、シーザークラウン。これも結構金ピカやからな。あ、来た、これも知ってるよ俺。あ、なんか2つ金。あ、違うな。あ、これ光ってないもんな。ストラアルガーロー、これも知ってます。これはどうですかね、雷鳴発見。来た、これは絶対あるね。これはあるよね。これ絶対金額つきます。クロコダイルの金ピカ、ポクって書いてます。7です、7。400円です。クロコダイル、はい、次行きます。はい、まあ、そろそろ来るんじゃない。来たな。お、これは僕知らないっす。キングです。シャンクスかルフィが出ると話になるのか。これです、ユースタスキット。これもお願いします。お、来た、これなんか見たぞ俺。これ絶対あった、ヤマト。はい、見てください、ヤマトのさっきより。お、それ。お、来た来た、それ来た。お、高い、高い、見た、あった。23000円です。すごい、23000円来た。すいません、こちら32000円。よいしょ、すごい、来た、やったぜ。嬉しい嬉しい嬉しいね。見る？ 3 万円。3万円。この辺から一回引いてみるか。どっちかな、この2つのどっちかにシャンクスが入ってます。あ、来た、これもあるよ絶対。マジっすか、これはあるよ。
プレです。これ絶対あるよ。ジュラキュルミホーク。ミホークはあるっすよ。有名有名っす。もう初期からずっと出続けます。すいません、900円です。900円 ?9 円で、でも。あ、だから900円だ。あ、3時で喜んでたんやけど。3時じゃもう、興奮せん。次行きます。一応価値があるやつがここです。あ、もうやっぱ全部光ってるね。これも多いな。トラファルガーロー。あ、やっぱね、光ってなあかんし、ザラザラしてると高いね、やっぱね。見たことあるでも。敵？微妙な位置ですね。来た！お、来た！来ました、皆さん。ついに、持ってますね。シャンクスです。え？金色の、しかもザラザラ。すごい来た来たよ本当に、本当に引き寄せて開けてみましょうよ。一番高いやつではないシャンクス。いや、でもにしても、あ、これも絶対高いわ、クイーン。おお、流れがね。シャンクス、どうですか。3520円です。え、なぜノーダル結構金色やで。シャンクスのなんか後ろのジャンプっぽいやつが高いね、どうやらね。おっ来ました。これも絶対価値があります。見た気がします。カイドウですか。強いですか。レベル10っすよ。行きましょう。最後上げてみましょう。おお、来ました。一応、いや、でもこれはそんなやろね、きっと。なんか一応全部光ってるけど。主役です。ルフィです。ルフィのこのシルバーっぽいやつ。あ、なんかすごい、これ。なんか、これはこれでええんちゃう。どうですか。ダメですか。海賊王に俺はなるって。あ、ドレーク。ドレーク来た。これもあれやろ、絶対。なあ、ザラザラしてるし。お、ナミです。お、あります。ある高い。おお、すごい。はい、そんな感じでね、なんか少年のような気持ちで弾かせてもらいましたけど、シャンクスは弾けました。弾けましたけど、3500円でした。とりあえず、あの、調べていっぱいあるんで、この後あのスタッフで調べて合計金額を出したいんですけど、そうですね、多分100万ぐらいいってると思うんで、期待してください。こんな感じで合計金額はこれでした。